タートまで3秒を切りました。9レース予選競争スタートしていきました。5番の岡部がスタート遅れました。3番の井村も後方からです。最内から1番影山新トップスタートを決めました。外からかましてくるのは6番の岩見、伊藤信夫はここは 4,5 番手あたりです。1番の影山がトップで行って2番手6番の岩見隆、3番手には4番の岩田博美上がってきました。その内をつくのが8番の伊藤信夫、2番の吉田圭介は外にいますがここは5番手に下がりました。中段から後ろ7番の吉原京介、5番の壁は後方、今7番手から6番手、最後方少し遅れています3番の井村です。好スタートを切った1番の影山を捉えて6番の岩見が先頭に上がりました。8番の伊藤信夫がそこに続いていけるかどうかです。残り4周回、伊藤信夫が1番の影山をさばいて2番手に上がってきました。7番の吉原もスタートやや後手を踏みましたが今は4番手追い上げてきています。岡部がその後5番手という体勢です。6番の岩見先頭、2番手8番の伊藤信夫、1番の影山3番手、残りは3周回です。後半戦に入っても岩見が主導権を握ります。伊藤信夫2番手、捉えきれるかどうか、いや滑り気味か。6番の岩見まだ2写真リードです。伊藤信夫2番手、影山が3番手、岡部が上がってきました4番手、後方から岡部の追い上げ、今4番手から3番手影山を狙って上がってくるところ、残りは2周回、3番手変わるかどうか、影山が懸命に抑え込もうと動いています。6番の岩見、8番の伊藤信夫、この2車の隊列ここで変わった。8番の伊藤信夫満を持して6番の岩見を捉えていきました。ここで先頭に上がって残りは1周、青旗振られてファイナルラップ、5番の岡部が追い上げて今3番手まで来ている。さあ2番手まで上がれるかどうか、伊藤信夫が最後後続との差を開いた。6番岩見のインコース狙った岡部ですが入りきれず3番手、最終周回3コーナーです。8番の伊藤信夫先頭、6番の岩見2番手、5番の岡部は3番手、伊藤信夫先頭五輪2連単、8番6番530円、3番人気2連複6と8の組440円、2番人気3連単8番6番5番で2650円。